はい、こんにちは。今日はストレスに関するお話をしていきます。人間はとあるものを失うと死を身近にしてしまう、招いてしまうっていうお話です。皆さん、何が身近になる、あと何を失ってしまうと死を早めてしまうと思いますか？これ結構なかなか根深い問題で、特にですね、その力のない人たちとか若い人たちとかっていうのにどうしても起こり得てしまう傾向なんですね。はい。で、何かっていうと、例えばまあ新人の頃ですね、仕事がきついから辞めたいとかですね、あるいは部活がきついから辞めたいっていう人たちっていうのはいると思うんですよ。やっぱり若手で働いて1年目2年目3年目の頃がしんどいとか、あるいは部活でも最初の数ヶ月間がしんどいというような方、経験をした方っていると思うんですが、これっていうのは例えば仕事がわからないから辛いんでしょうかね。あるいは上司がめちゃくちゃ厳しいからなのか、それとも残業時間が長いとかっていうのがあるからきつい、つらい、やめたいって思うのかっていうと、実は、まあ、そういうものをトータルして一番の原因っていうのは、自分でこういう仕事をしようとか、ああいう練習をしようっていう風なコントロールができないからなんですね。つまりコントロール能力を失うと、人間っていうのは死を招いてしまう、死を身近なものにさせてしまうということなんですね。だからあるものを失うとっていうのは結論コントロール力です。コントロールする能力を失うと、人間ってのは生きる力を失っていきます。だからいじめ自殺をしてしまう人とか、あるいは仕事を辞めてしまう人たちっていうのは、例えばこういう学校生活を送りたいなとか、こういう勉強するためになんとか学校に行ってるんだって言っても、そういう時間をないがしろにして、まあ、校舎裏に呼び出されてボコボコに殴られながらカツアゲをされたりとか、あるいは、トイレに連れ込まれて水をこうバシャ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 かけられてしまったりとかって、こんな学校生活を送るんじゃなかったって言って、自分が送りたかった学校生活のコントロールっていうのを奪われてしまってるんですよね。あるいは仕事を辞めるっていうのも、まあ、当然新人なので右も左もわからないし、そういうのを一から叩き込むっていう期間くらいはきちっとやらなくちゃいけないですけど、それでもやっぱり上司があれあれこれやれって仕事で指示ばっかり送ってきたりして、自分でこういう仕事をやろうっていうコントロール力っていうのを失っていくと、この仕事楽しくないからやめようっていう風になってしまうんですよね。はい。で、人生も仕事もコントロールされてしまったら、もう死にたくなってしまいますし、仕事を辞めたくなってしまうということで、じゃあなんでコントロール力を失うと人間っていうのは生きる気力をなくしてしまって、死が身近なものになってしまうのかっていう、そんな実験をですね、結構恐ろしい実験なんですけど、やったものがあるので、それをご紹介していきたいと思います。これはですね、とある老人ホームに所属してらっしゃるご老人の方々に観葉植物っていうのを配ったんですね。家に飾るような小さい植物ですよね。で、それを半数は自分で水やりや手入れっていうのを、まあ、好きなタイミングで好きなやり方でやってねっていう風にしてコントロールを与えたんですね。こういう風にやってねじゃなくて、もう好きにしていいですよっていう風にも預けたんですよ。要はその老人の人たちが好きなタイミングで水やったりとか、手入れをしたりとかっていう風にコントロール力を手に入れることができる。一方で、もう一つの半数のグループには水やりも手入れもこの時間にやってくださいねとか、こういう風にやってくださいねっていう風に職員からやり方っていうのを1から10まで指示をされたんですよ。つまりコントロールすることができないんですよね。で、結果半年後どうなったかっていうと、前者はですね、要は自分で水やりもできるし手入れもできたっていう老人の人たちっていうのは、そのうちの 15% の方が亡くなりました。で、一方で、30% の人たちが、コントロールできない人たちのうちの 30% の人たちっていうのは死亡したんですよ。つまり死亡数っていうのが単純に2倍になったんですよね。これだけで、どれだけコントロールをすることができる、力っていうのが大事かっていうのが分かるんですが、これね、さらに恐ろしい研究があって、追加の研究でですね、今度は同じ老人ホームなのか別の老人ホームなのかってちょっと調べきることはできなかったんですけど、今度はですね、学生を雇って、で、老人の入居者にですね、定期的に訪問っていうのをさせるようにしたんですよ。はい。で、半数の老人の人たちには学生に、訪問日時っていうのを決めさせたんですね。だから老人の人たちが、じゃあ、6月の何日のこの時間に来てくれっていうふうに老人の方から言わせたんですね。で、逆に半数は学生が、じゃあ僕たち6月何日の 何時に来ますねっていうふうに学生の方が決めたんですね。で、2ヶ月後、ですね、っていうのは当然前者の方がコントロールできるので、要は学生をコントロールすることができるので幸福度が高い、
高くて、で健康的 でかつですね、薬の服用 の数とかっていうのが圧倒的に少なかったんですよ。つまりこっちの方が断然ですね、あの健康的でいい生活を送れている、まあ、メンタル的にも非常にバランスのいい生活を送れているというふうに見えたんですね。ところが研究終了後ですね、要はもう学生さんはその、雇われてた学生さんっていうのはもうあの研究終わったのでもういいですよっていう風にして来なくなっちゃいましたと。あの日時の指定とか、してたとかされてたとかっていうのは関係なくもう学生さんが来なくなっちゃいましたという風になった時に、なんとですね、コントロールをしていた、要は日時を決めることができていた老人の人たちの方が死亡数が多かったんですよ。これ結構恐ろしいですよね。つまり学生をコントロールすることによって、まあ、そこに対してもそのなんて言うんでしょうね、服従を求めてとか、なんかその奴隷とかってそういう恐ろしいものではないですけど、やっぱり自分で何かを主体的に決めるっていう体験をずっとしてきたのが、そのコントロールする機会っていうのを奪われてしまったがゆえに、生きる気力とかっていうのをなくしてしまった結果、残念ながら亡くなられる数が、学生が決めるよりも学生、老人ご自身が決められる方が、学生が日時を決めるよりも老人自身が決める方が、圧倒的に亡くなられる数の方が多かったというところなんですね。で、アメリカの実験なんかでは、定年後に夢とか目標とかゴールとか趣味とかっていうのを持たずに定年をされた方っていうのは、18ヶ月後には亡くなる、平均して18ヶ月後には亡くなるっていう傾向が出たりとかっていうのもあったりするので、つまりはやっぱり人間っていうのは何か自分の人生をこう生きようとか、こんな仕事をしようとか、こんな風に部活に参加しようとか、こんな勉強をしていこうという風に自分でこれをやるって決めて、自分自身でコントロールする力っていうのをきちんと身につけておかないと、人に操作されたりとか、そもそも自分で何か決めるっていう機会がない人ほどやっぱりうつ病になりやすかったり、まあ、メンタル的な病気になりやすかったりとか、寿命が短かったりとかっていう傾向が出ていますので、やっぱりセルフコントロール力っていうのを高めていくっていうことが非常に大事になってくるというところなんですね。なのでじゃあそのセルフコントロール力を高めていくためには、まず身近に何をすることが大事なのかっていうと、セルフトークって言って自分で自分に語りかけるっていうことの内容をポジティブに変えていく必要があったりするんですよね。もう本当に身近なシンプルなところで言ったら、朝起きて顔洗う自分か、あの偉いなとか、歯磨いてる自分かっこいいなとか、靴ひも結ぶことができた俺ポテンシャルすごくねみたいな感じで、セルフトーク力っていうのを上げていくっていうことが大事だったりします。でその上で、僕が推奨しているのはセルフコーチング、自分で自分をコーチングするっていうところなんですが、ここに関しては結構専門的なお話とかになってきますんで、このやり方等に関しては、直接コメント欄に残していただいたりとか、あるいはツイッターの方の DM に、問い合わせをいただいて、で直接コーチングをする機会をもらえればというふうに思います。はい、ちょっとソフトで身につくものではなくて、どれだけ頑張っても2日間それぞれ、8時間ずつ勉強とかをして最低ラインっていうのを身につくくらい のカリキュラムを僕はちょっと用意してますんで、そういったところで、当然その1対1とかだったらもっと短くギュッとできるんですけど、講座的な形でやろうと思ったら結構長い時間とか必要とするものになりますんで、やっぱりとはいってもそれでしっかりとセルフコーチングっていうのを身につけることによってコントロール力を手に入れて、やっぱりうつ病になりにくくなったりとか、寿命はやっぱり健康的で長い寿命を過ごすことができるっていうふうには、やっぱりセルフコントロール力っていうのは非常に大事になってきますんで、ぜひコーチングっていうのも学んでいただきたいなというふうには個人的には思っています。ということですので、人間としてですね、長く健康的に生きていくためには、コントロール力っていうのを失わないように、しっかりと自分で自分のことをコントロールすると。だから人から何か言われても自分はこうやるっていうある程度の軸っていうのをきちっと持つことが大事ですよという、そんなお話でした。ということで、本日の動画はですね、以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。